3人のディフェンダーがこう釣られましたんで、はい、あの辺は非常にこういい動きですね。ここは流れていきます。川上からの佐川西川、はい、西川は蹴ってキャスパーユーカーを狙う。おお通る。カナです。はい、まあ、本当でも単発でも2人に入るだけでも怖さありますもんね、はい、西川から、おお間に合った、ロングフィード、高速のロングフィード、これ、まあ、このキックが蹴れるのは、まあ、この地球上でエデルソンか西川が知らないんで、いや本当ですね、4月ですから3年4ヶ月ぶりの代表招集になりました。いや素晴らしいシーンでしたね。西川からさあ山下、あこの辺りは躍動感を持って追いかけていきますね。山下雰囲気というのはまたガラッと変わります ね、 そうですね。あっとここは冷静にかわしました西川です。そのまま西川がキーパーまで追います。ああさすが西川、そして西川収束に落としました。この位置関根、西川俊作、これがもう秋元へのパスです。いやいいボールですね。飛び込んできました。さあここは早い展開。もうそしてこのキックがゆるきにつながった。石川からこのパスを一発一本、ゆるきがなんか入ってくるところ、やっているものが突き抜き、突き抜き決まる場合にしてます。おっと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 、これは初瀬がミスをした、はい、まあここは両チームとも言えることですよね。この一瞬の隙を突く前線の選手たちを、こうなると浦和が狙うは、あとはクリーンシート。いやー素晴らしいですね。もうひまりのさ常に狙ってますもんね、はい、いやーいいキックですね、はい、少し大きくなったところ、ただそれでも冷静な、したがってこの篠塚一平を中心にクリスティアーノ、それから瀬川、こういったところが瀬川が、あるいは古賀が圧力をかけてくるですね。はい、山中行きました、落ち着いてました。カップでの古賀のパワーマンスは非常に印象的でしたし、はいはい、キックがですね、はい、すごいですね。西川のパスです。ここは牧野の対応、まあ、1対1で終えるという選択肢ももちろん一緒にとってね、いいポジションを取ることによって次のつながりができますからね、はい、まあ、その循環連動というのを、ね、求めて、もちろん柴戸は昨シーズンも主力でしたが、青木や長澤、エベルソン、小林も前を塞いだんで、山中はキーパーまで下げました。出てるところは今長谷川が埋めてはいます、